ちょっと少しだけこっちに入っていただいていいですか。大さん、リアさん、ご結婚おめでとう。はい、ありがとうございます。リナへ。リナと出会って早くも2年と少し経とうとしています。会えば会うほどリナの人柄と可愛さに惹かれるようになり、一緒に生活するようになった今が一番リナのことを好きになっています。タイチの第一印象は見ての通り優しそうな人です。そして初めて会った瞬間、自然と笑顔になれたことを今でも覚えています。リナがいるから仕事も頑張れるし、安心して生活することができています。これからもずっと一緒に支え合いながら、おじいちゃんおばあちゃんになっても手をつないでデートするくらい仲良くしていこうね。太一と初めて出会ったのは高校2年のクラス替えの日でした。一目でこの人絶対いい人だなと思いました。おそらく太一を初めて見た人のほとんどの方が同じように思うのではないかと思います。そんな太一だから夢であった看護師になることができ、周りの人たちから慕われながら毎日頑張っているのだろうなと思います。これからはリナさんと共に笑顔が絶えない家庭を築いていってください。乾杯。お母さんへ。誰にも言ったことはないけど、私にはずっと普通でいいから穏やかな家庭を持ちたいという夢があります。太一と結婚してやっと今その夢の第一歩を踏み出しました。子供だった私が普通だと思って当たり前にしてもらっていたことはどれだけすごいことなのか改めて感じています。お父さん、お母さん、本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。こちらこそいつもありがとう。太一へ、いつもありがとう。私は太一と一緒にいられて本当に幸せです。私はサバサバしていますが、こんなにも素直に思いを伝えることができた人は初めてです。それはきっと太一の人柄ゆえだと思います。いつの間にかずっと一緒にいたいと思うようになって、自然と将来の話をするようになったね。私は太一と一緒にいる自分が好きです。自由でいられます。私と結婚してくれてありがとう。これから2人で自由で穏やかな家庭を築いていこうね。